ジョブ。こんにちは。今回は、はい、ね、ピッチング、キャッチングやってきましたけども、はい、バッティングです。バッティング、はい、しかも、はい、今日はゲーム形式の対決をします。はい、今日総勢7人いるんですけども、はい、せっかく球場来たんで、うん、あの対決をしたいと思います。はい、で、まあ、あのルールはですね、はい、野球の試合は無理なんで、そうですね、はい、ルールはT で下で投げて、はい、でバッターボックスから打って、はい、で守備は相手は守ってますと、はい、で取ったところからホームに帰ってきてボールを中継して帰ってきてホームの人が取ったらアウト、アウト、はい、で取れなかったりベースから離れてしまった場合は1点、1点、はい、っていうルールです、はい、子供の時佐藤はそれでよく遊んでたんですけど、だからそれで、はい、でチーム決めをしたいと思いますけども、はい、今日ですね、はい、元プロ1人、はい、大学野球経験者が3人、3人でハンドボール部が1人、はい、スポーツダンスのみの袴田さん、はい、で今回は、はい、あの前田幸永さんの中学校のボーイズ野球リーグの監督を務めてらっしゃる、はい、元大学野球部の方と、はい、あのプレーもするマネージャーの女性の方がお手伝いを、はい、していただいてて、はい、その中で組み上げをすることになるんですけども、はい、あ、お、なんかこの顔見て、何やその顔、わ、なんかどやどやしてる、前回の動画見てくれされました、僕ら罰ゲームここでしてます、スラックアウト、スラックアウト、だって俺、それだって俺ら勝ったから、いやだって取りましたもんね、私たち、そう負けてんだから、そなので今回は大型補強ですよ、おトレード外国人お前、俺とやずっとやってんだろ、お前失礼いたしました、カットで、はい、ということでカットじゃねえよ、 FA トレード外国人バカか、こんな野郎大補強者に終わりました、よろしくお願いします、はい、そうなん、はい、もう勝ちます、今日は誰連れてきた、助っ人2人、カモン、レンジャーズ、レンジャーズから、はい、海外から輸入してきました、海外から輸入してきました、いや前田幸永さんの、そうですね、中学校ボーイズのそうですね、でしょ、日本でしょ、国産でしょ、あの前田の草野球チーム、あ草野球チーム、はい、あ草野球で中学チームをされてるんですよ、前田さんの草野球チームのユニフォーム、どう FA トレード外国人どれですか、どれですか、佐藤さん聞いたら、うん、広陵高校から、広島広陵高校、うん、関西大学です、野球部ですよ、俺は鳴門工業から帝京大学ちょっとプロですもんね、はい、ということでだ今回7人いるじゃん、はい、だからあもう一人、じゃあスタッフ、もう一人、はい、はい、スタッフ、スタッフ、はい、はい、新規スタッフです、はい、はい、コロッケくんです、はい、コロッケくん、コロッケくん、はい、ガチのロッテマンらしいよ、あラジ佐藤さんのことめちゃめちゃ好きで、うん、あの佐藤さん見てキャッチャーやってたんですよね、はい、大学野球軟式ですけど、そうですね、軟式野球、はい、スケッチューティーだよ、スケッパスが見てもらったら分かるじゃないですか、大学の軟式野球と、はい、で草野球で、ま、でプレーもされてるマネージャー補強、大補強じゃないですか、で FA トレード大国人で、どれ、ジャパニーズ、ジャパニーズ外国人、 FA 草野球トレード、トレードもう勝つ気あるんか勝ちますよ、じゃあもう、はい、じゃあチーム分けしなきゃいけないじゃん、はい、よしチーム分けはもう、じゃあ俺もプロだからハンディいるから、はい、じゃあ俺と袴田、はい、さんと女性、おお、ありがとうございます、お前ら4人でいいよ、あといいですか、ほんま、あ、そうそう、ハンドボール部含めていい、ハンドボール部ね、うん、俺らの攻撃はもう中継なしの1回で帰ってこなきゃいけない、はい、いいですよ、で俺らは3人だから中継ありね、女性も込みだから、はい、いいですよ、それでいい、はい、ハンディとしてね、全然大丈夫です、それで対決、はい、3イニング制ね、はい、で3アウト交代、はい、で得点差は5点以上ついたらコールド、いいっすよ、 OK、 はい、成功攻撃、はい、やす、最初グッジャック、最初グッジャック、先行、よろしくお願いします、始めます、えい、よし、お願いします、しまっていこうぜ、
ワンバンまでだから、ワンバンまで。ワンバンまで。おワンバン取れるでしょ。ワンバンで。ワンバン。ワンバンで。あ、ワンバンじゃない。難しい。引っかかっちゃいました。パスタマン、ゴロオープンしましょう。すいません。ゴロオープン。いい。ホームラン入ったら1点だからね、もう条件で。佐藤さん、もう一発でホームランお願いしますよ。はい、いいよ。行きます。このチームは中継なしですからね。あー、こすった。でも中継なし、中継なし。中継なし。あれ足離れた？アウト。離れました？行きます。何どうしたらいいですか？早くキャッチャーキャッチャー。はい。ポロリしょポロリしょ。ツーアウト。さあ行きましょう。終わります。一瞬で終わっちゃいますね。行きます。おりゃいけー。ファン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 。あっしゃー。ありがとうございます。ホームランお願いします。お願いします。行きます。ゴロダメでしょ。あの白線より中はゴロダメでしょ。わかりました。近いから気をつけます。うん、だから今のなし。高川さんもだからあれ、女子の場合はワンバンまでね。俺の場合はゴロ OK。 はい、カモン。あ、ごめん、ファイル。もうちょっと行く。ピッチャーゴロ。じゃあ俺受けるわ。俺受けだけど、来るのめんどくさい。俺受けていい。うん、オッケなんすよ、勝つためにね。いや、勝ちに行く姿勢すごいですね。今5対2ですよね。5対2。じゃあ続いて、ラスト時間なんで、時間都合上僕らワンアウトがスタートにしましょうか。2回で、じゃあ最終回で。はい、最終回。最終回な。引き抜けだよ。おい、出てこそ。えい。俺はいいね、時間の都合上や。そうやな。すみません。これは悪いぞ。
回戦しっかり守っていこう。よーし。すいません、大丈夫。いいねいいねいいね。ワンパンよ、女子ワンパンよ、ワンパンまでよ。しゃー3点目。よし、順調ですね。6対3。ちょっと尻型の方か。ホームラン、ホームラン、佐藤崎。佐藤崎、出て佐藤崎、佐藤崎。うわ、いった。ホームラン。リクエスト。ホームラン。ファール。返すよ。来た。おい、伸びろ、伸びろよ、伸びろよ。来てる来てる。玉木ライド、玉木屋、玉木屋、玉木屋、伸びろよ。ちょっと待って。止まれ、止まれ。伸びろよ。ちょっと待って。あ、止まっちゃいました、ね。止まっちゃったね。おい、打ったバットは審判引かな。おい。ナイス。アウトはね。すごいじゃん。アップ手前で大丈夫です。言われてますよ。こっちこっち。またお願いします。言われてるな。おお、いいねいいねいいね。うまい。あ、ええ。あと20、あと10分。うん。おー、ナイス、ナイス。ナイス。さあ、ツーアウト。ツーアウト。さあ。いきまーす。これは負けなのか。はい。すごい。どうしたんですか。ふくそうな顔して。納得いってないみたいな。前回キャッチング教えたの。ちょっとキャッチングとあのコントロールが違いましたね。まあでも。この曲もうまかったね。やばかった、ね、すごかった、あのファインプレー。あのファインプレー、あれも今日 MVP やな。はい。まあでも今日はもう負けだね。負けました。いや、もっと野球上達します。そうそう、まだこっからだから、はい、スタートだからね。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは敗者の一発芸。イエーイ。考えてない。じゃあ俺、じゃあ先頭でいい、はい、先頭で、じゃあ代表で。動物が野球をしたバージョン。4番バン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 、キャッチャーゾウさん。さあゾウさん、4番ゾウさん打席に入ります。さあここは集中してパワーアップ、パオーン。嘘でしょ。どうこれ。どう最後面白かったやろ。ロッテオリオンズ先発ピッチャー村田昌司。あ、間違え、足間違えた。もう一回。ロッテオリオンズ先発ピッチャーは村田昌司。